ヒドロキシメチルビランは、プレウロポルフィリノーゲンとしても知られており、ポルフィリンの代謝物の一つである。3番目の段階で、ポルフォビリノーゲンからポルフォビリノーゲン、脱アミノ酵素によって、ヒドロキシメチルビランが生成される。次の段階で、ウロポルフィリノーゲン3シンターゼにより、ウロポルフィリノーゲン3が生成される。縮合し、缶を膜際、 ウロポルフィリノーゲン3シンターゼの働きにより4つのピロール管が整然と並んだヒドルキシメチルビランの一端のピロール管一つだけが反転して縮合時管を形成する。ウロポルフィリノーゲン3シンターゼが働かない場合、ピロール管が整然と並んだままのヒドルキシメチルビランが自発的に縮み管して風車状のウロポルフィリノーゲン I が生成する。ウロポルフィリノーゲンアは プロポルフィリノー農源脱炭酸酵素の基質となり、コプロポルフィリノーゲン I へと変換されるが、これはコプロポルフィリノーゲン酸化酵素の基質とならないため、プロトポルフィリンには至らない。ヒドロキシメチルビランまで合成された後に、プロポルフィリノー農ン3シンターゼが働かないような、ヘム合成の欠陥がある場合には、通常、光過敏症を引き起こす。デルタアミノレブリン酸から、 プロとポルフィリン9インまでの生合成経路。はじめに、ポルフィリン症。メルクマニュアル18版日本語版。新しい皮膚科学第2版2011年4月。311から313ページ。ありがとうございます。